来てよかったんですか？とりあえず帰ろうか。ほら。よし。バックスタブできない。逃げよう。バックスタブできなかった。 なんでだ。どこまで来る、どこまで来る。見るよ。待って、気づかれた。危ない危ない。来るわ、超来るわ。あれ、今来なかったのに。なるほど、見える範囲に来てしまった私がバカだったんですね。超来る超来る。待って、かかり火まで戻ります。超来る超来る超来る。怖い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 。それそれ、まだ来る、まだ来る、まだ来る。かがり火まで来るわ、あいつ多分。 OK? OK? いや、恐怖。マジか。ちょっとかがり火帰ろう。あそこは行けたから、もう行かなくていいや。うん、そういうこと。いや、厳しい戦いだった。はいはい。あ、アイテムちょっとしまおうか。本棚の整理。そう、この実況ね、始める前にしまったんですけど、死んじゃったからもう一回しまうよ。機関のコッペはね、もしもに、ジークの酒もこんなもんかな。あ、これもいいって。オッケーです。ここら辺はいいで。ん？なんか落とした。よせか。さあ行こう。今度はちょっと左、右側でも行ってないとこあるかな。左側行こうか、左側。あっ、忘れてた。さっきいなかったから、いないのかなと思っちゃったじゃん。ねえ、そこの方。もうちょっとこちらに行きませんか。さっきのね、鎧のやつはね、喋ってんの怖いなこいつ。だけど鎧の人はあのその近くにいた、あのぐるってる、あのなんか十字架背負ってるやつがと戦ってなければね、戦い挑んでましたけど、ちょっときついかな。というわけでこっちちょっと行こうか。中田道ある、大丈夫、うまい。あ、アイテムある。おお、みそぎ石、謎の生物がね、このいっぱいいるんだよね、この道は。なんだろうね。次、石しょってる。こっち通れるね。次、いっぱいいるわ。虫嫌いなんですよね。うわ、待って、ポイズン。まさかの毒モンス。どこどんぐらい食らうんだろうな。てか、いつまで食らうんだろうな。それが大事。減ってるね。待って、下のゲージもしかしたらあれがなくなるまで結構長くね。意外とバカにできない。もう一発、よし、下がる。毒が意外とバカにできないんじゃないか俺。 S トビ、うん、 S ビに住んじゃなかったのかな。まあいいや。いるとは思わなかった。はいはい。総理の大盾、大盾はね、重いんですよね。おっと、なんかあっちのやつ来たらちょっと困るな。さあ、そうです、下がる下がる。毒でも全然だな。ただ長いな、これ。いつまでだ。5回目は連打しちゃったから。ああ、いっぱいいんな、ここ。あ、犬もいんのか。おお、おい、俺のこと噛んだら毒になるぜ。いて、よし、
毒投げな。死んでる。死んでる。うっ。ちょっと、ひっくり返さないで、この、長い木を持ってきた人たち、いろんなとこにいる。いない？大丈夫？墓なのかな？すご、ごめんなさいね、墓嵐みたいな。墓いっぱいあんな、怖いよ。回復回復。この上は？大丈夫？いきなりドンが多いからね。いっぱいいるね。2対1すると危険なんですよね、こいつら。あ、なんかあるよ。誰かがなんか言ってる。かがり火の予感。マジで。じゃあちょっと頑張っちゃう、お兄さん。あ、アニマル。敵は遠い。オッケー。計画のソウル。ないよりはマシ。かがり火の予感、かがり火の予感。私はそれを信じて戦う。近いね、このかがり火。うわ、近いね、このかがり火。あ、もう一体ぐらいと思ったけど、やっぱかがり火は大事。イエーイ、ボンファイアリード。オッケーです。で、休息しよう、毒がね、まあ、あるもんですから。ちょっと一瞬木箱見させて。ソウル、しまいの、しまいの。これは一時的に右手の武器に毒効果を付与する。へえ、毒とかもあんだ。こういうのはね、まだいいんじゃないかな。私もったいなくてね、使わないまま終わっちゃうタイプなんですけど、まあ今じゃないかな。うん、さて、こんな感じで石もしまっていいんじゃないでしょうか。グレータックスしまって、ハルバードはちょっと、包丁はもういい。あ、どうだな。俺も双剣も片方いらない。よし、行きましょうか。改めてまだね、実況的にはそんなやってないですから、ちょ、動画的にはもう切れてるのかな、多分ね。第2ウェーブに入ってるんではないでしょうか。かがりまで来れたからね、とりあえずいいかな。カニさんにパイの中に挑みたいなあ。カニよ、私と勝負しないか。刺しで、刺しで。よしね。いやー、ブレス。しかしチャンス。お、なるほど。攻撃して弱ると膝をつくということですね。多分ね、こっち回りがいいんじゃないかな。いやー、そんなことないわ。いて。待て、回復しよう。私背後を取ろう。背後を取って、右手はやばいから。え、待って、潜った。ディアブロスか。え、どこ行った。ええ、あっち、あっちの方になんか行ったっぽい。あら、出たけど逃げんの。マジで頑張って戦ってたのに。汚いよ、それは。それは汚い。カニ、汚い。あっち行ったらいいのかな。ちょっと行ってみます。アイテム取りつつ。あ、逃亡騎士セット。なんかもう広いな、ここな。オープンすぎねえか。カニ、カニ。あんだけでかいやつだったらいるでしょ。いたわ。ねえ、小ガニたちを殺しながら行くよ。小ガニなのか。ん？お、びくしょ。別個体じゃね？めっちゃ回復してるね。はい、だ。一回逃げさせて。続け、捕まったよ。どうする、どうする、どうする。促進、促進、促進、促進。ちょっと、ずるいよ、それは。まずいよ、食べてる、食べてる、もう。そうか、それやられたな。まさか、まさか回復するとは。ちょっと今回死んでるな、すごく。とても死んでいる。しかし、かがり火を手に入れた私はすぐに取りに行ける。距離か。ちょっとね、このカニはスルーしましょう。カニダメだわ。倒せないんだもんな。逃げるからな。遠回りで行って、さっきのソウルを取らず取り返して、
そっからこの遺跡みたいなのちょっと見たいですね。カニさんはもういいです、お疲れ。お疲れ。いいって言って聞こえてないの？あっ、くれ。とりあえずソウルが私のあった。あー、別個体なんですね。そう、ダメだ。回収して、いや、ってそれマジで。あ、それちょっと四角押してる場合じゃない。待って、凍ってる凍ってる、私凍ってる。走れない走れない。あ、走る走る、よしよし、狭いとこ行こう。なんかすげえいっぱい来た。待て待て、なんかすごいいっぱい来たよ。待って、私を苦しめる多数の敵。かかり火にかかかかかかり火かかり火かかり火いかかるいかかろ。あ、待って、そう、カニもね、カニだけならね、まだなんとか逃げれるかもしれないけど、無理だから、ああいうの無理だから。待て待て、戻り口が分からなくなったぞ。拾いながら拾いながら、もう一回なくていいように拾いながら。あ、なんかある、なんか来た、なんか来たよ。やばいやつがいるよ。逃げる逃げる、こいつと戦った余裕はないよ、精神的にも。まず2セット、よいしょ、うまい。さあ逃げよう。待って、敵を引き連れて私どこへ行こうというんだ。危ねえ、上上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 。回復したいんですけど、バグってる、画面がバグってる。あっぷね。いや、みんな、もう僕は君たちをみんな引きずるってことにしたよ。いいで、かがり火じゃないすごい巣を見つけてしまった。逃げよう。あなたの目、回復ミスが評価されました、ありがとうございます。評価されました、ありがとうございます。ありがとうありがとうありがとう。だけどちょっと待って、かがり火ここじゃね。帰ってきた帰ってきた。休息します、休息します。できません。なるほど、こいつがいるとできないんですね。しかし考える、ここで死んでも大丈夫だ。なぜなら目の前がかかり火だ。なら勇気を持って戦おう。最後なら、あぶね。これで、ああ疲弊した、いなくなったか。いやー疲れた、今の手びちゃびちゃ、説明ができないよ、何にも喋れないよ。とりあえずなんだ、あそこ登って行ったとこちょっともう一回行こうか。ああ、ここがあれだったんでしょう。カニさんさようなら。待って、このカニたちはめんどくさいです。いいっす、登ろう。で、これはこの先、戦士たちの眠り、戦士たちの眠り、戦わなくていい、そんなことないよね。あ、明らかに迫ってきてる。はい、敵です。すまないすまない、君が何をしてるわけでもないが、私は死ぬわけにいかない。こっちはこの段差登れないんじゃね。あっち側なんかあるよ。ふっ、ちょっとちょっと、おお、ちょっと待って、ちょっと待って、コンビネーションずるいずるい。私もその魔法仲間欲しい。ちょっと待って待って、強い、超強い、魔法超強い。こっち来て、頼む、あの魔法の人超きついから。分かったよ、マジで。勝てば予想外、
いいで超強い。お前回復すんのかよ。死んでくれ。俺も回復する。こう食らった。いやっていって、待って、マジ魔法な強強いんですけど、お前だよ。あ、起きた。迎えに行こう。飛び降りたらちょっと俺がやばい。えい、いやーどう。いや強かったわ。あ、はいはい、ここね。いや強。ちょっと待って、この先こんな感じか。ちょっと進むの怖いな。行くけどさ、危ない。お、危ない。こんにちは。なんもない。え、なんもない。で、ここも飛び越えられないじゃん。どうすんだあれ。あれどうやって取んの。あれは取り方がわからない。あ、ここ下繋がってる、もしかして。落下ダメージある？ないわ。あ、繋がってそう。取れそう。犠牲の指輪。犠牲の指輪。見るだけ。え、死んだ時ソウルを手放さないが、指輪は失われる。はぁ。失われるってことは、一回だけ身代わりってことか。ってことはもういざという時以外は使えないね。で、ソウルの盾は？ああ、うん、まあそうだよね。まあしゃあない。盾はいいや。ソウルの盾もしまおうか。ちょっとね、ガチガチで戦えるような食事じゃないので、私のキャラがね。で、これ登れないでしょ？知ってる知ってる。こっちこっち、行こう行こう。光ってるよ。怖え。これ登れないでしょ。これを取るためだけのあれか。金和紙の小盾、小盾っしょ。小さいんでしょ。あー、まあパリとかだよね。知ってる知ってる。私中盾が欲しいんだ。中盾がこっちで合ってんのかな。よいしょ。これあれだよね多分。あ、大きなソウルは嬉しい。中からわらわら出てきた場所があの祠だよね。あ、いるよ。もうなんか待って、せっかく倒したからちょっともう一回行って、いろいろ裏回った方がいいね。もうだって設備ないし、今のルートで、ルートじゃなくてもいいけど、ここあれだ、ここ登んないで、あのままあっち次行こう、次行こう。で、今回はせっかく倒したからこっち進んでいこうか。こっちか。だけど私が全力疾走で駆け抜けてごめんね。お待たせしました。リアクションもできなかったね、あんなに。さすがに。どっちよ。おお、危ない。来たよ。よし。で、来たよカンテラ。よし。大丈夫。SP1 個しかないからね、でもね。あまりオープンにいけない。待って、超いるんですけど。これは死ぬぞ。来た来た来た。待って、ちょっとずつ来てくれるとね、助かるよ。順にやっていこう、順に。あっちは行きたいね。1、2、3、4、5。来てる来てる来てる。えい、じゃあ、あいで、ギリギリ耐えたんですね。さあ、ここでスピンがもうない。しかしこの先に行け、行ったー。お前仲間いないぞ。4回ですね。マジの杖、ちげえんだジョブが。あ、なんかある。異端の杖、杖シリーズ。
魔杖の杖って私が最初から持ってるやつ、異端の杖が、ああなるほどね。でも私足りないからな。声がすんだよな。声じゃねえのかな。あのドンとか見るマジ。死んでる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をして他の動画も見てみてくださいね。高評価、コメント等お待ちしております。